イエメン。イエメン共和国、イエメン共ウアー国、通称イエメンは、中東のアラビア半島南端部に位置する共和制国家である。ただし、インド洋上の島々の一部も領有している。正式名称は、ラテン文字転車は、アラビア語略称は、ある、ヤマン、あるイコールヤマン。公式の英語表記は、通称、国民、形容詞ともイエモニ、 漢字表記は、ナりもん国名は、アラビア語で右を意味するヤミン、ヤミンから由来する。アラビア半島の南部に位置するため、朝日が昇る東に向かって、南側の地域と考えられた。一方、大部分が、砂漠地域の中にあって、イエメンの肥沃さを表すユムン、ユアンに由来するという説もある。詳細は、2015年イエメン内戦を参照。 イエメンはアラビア半島諸国において唯一共和制を取る立憲国家である。現行憲法は1991年に発布され、1994年及び2001年に改正されたものである。民主化に強い意欲があり、言論の自由も認められているとされるが、サーレ派政権下では、サーレ派個人や一族に対する批判は認められておらず、厳しい取り締まりを受けていた。 2014年2月11日には、連邦制を正式に採択し、連邦国家へ移行する予定である。これは、旧南が見え面地域の分離運動を抑える狙いも、ある。国家元首である大統領は、国民の直接選挙により選出される。任期は7年で、3選禁止。その権限は強大で、形式上も事実上も、国家の最高指導者である。 副大統領と首相は大統領により任命される。内閣に相当する閣僚を評議会のメンバーは首相の助言に基づき大統領が任命する。議会は二人制で、諮問評議会111議席と大議員301議席から構成される。諮問評議会議員は全員が大統領による任命制。大議員議員は 国民の直接選挙で選出され、任期は6年。ただし、諮問評議会に立法権はなく、大統領の政策に対する助言期間に過ぎない、ことから、イエメン議会は、実質的に立法権を行使し得る、大議員人民代表員のみの一員制であるとする、説ある。主要政党には、旧期イエメン与党で、アリアブドラーサーリ派大統領を率いる、国民全体会議、 旧南イエメンの政権党であったイエメン社会党、そしてイエメン改革連合の三党がある。最高司法機関は最高裁判所。女性にも参政権が認められている。他のアラビア半島の諸国に比して近代化が進んでいるとはいえ、イエメンもまたイスラームの保守的解釈から来る人権、侵害と無縁ではない。イエメンは女児の結婚最低年齢に関する法律がない。 これはイエメンは女子の結婚最低年齢に関してイスラーム法上一般的な救済という解釈を取っていないためである。そのためイランやサウジアラビアなどシャリアを施行する他のイスラーム国家でさえ不可能な救済未満の女児との結婚、セックスも可能であり問題視されている。イスラム国家としては極めて強い特色があり、サウジイランなどと同様飲酒、合刊などをした場合、 公開無知打ちを執行された事例もある。2009年には17歳未満の結婚を禁止する法案が提案されたが保守派の反対にあって不成立となっている。2013年9月40歳の男性と結婚した8歳の少女が新婚書やの性行為の最中に子宮破裂などの臓器損傷を負い死亡したと報道された。現地警察などの調査では 関係者は、この報道について否定したが、イエメンの人権担当大臣は未成年の結婚を禁止すると明言した。アラビア半島の南西、北緯12度から20度に位置する。航海、アデン湾、アラビア海に面し、北でサウジアラビア、東でオマーンと国境を接し、アデン湾、航海を挟んで、ソマリア、ジブチ、エリトリアに対面する。本土以外に、 ソマリアの沖にあるインド洋のソコトラ島3 6 2 5トルなども領有している。面積は約52万8ロメートル、首都アサナー。地理学的には四つの地域に分けられる。高海沿岸、西部山地、東部山地、北のルブアルハリ砂漠である。ティファーマと呼ばれる高海沿岸部は非常に乾燥しており、 山地から流れる川は見られず、バジあるいは地下水になっている。西部山地は、降水量が大きいためだんだん畑で農業が営まれる。ソルガムが主で、綿花とマンゴーなど、果実も栽培される。昼夜の気温差が大きい。東部は、標高2000メートルで、さらに気温差が大きく昼間摂氏30度、夜間摂氏0度となる。大麦や小麦が栽培される。 ルブアルハリ砂漠ではベドウィンがラクダの遊牧を行っているだけである。一人当たりの国内総生産は2013年で1516ドルと産油国が多い周辺のアラブ諸国に比べても著しく低く失敗国家や後発開発途上国にも挙げられている。2007年の失業率は40%。1980年代から石油を産出し貿易収入は 全造傾向にはあるものの、そのほとんどは、食料品や機械類などの輸入で帳消しとなる。また2007年に、天然ガス田が発見され、2009年10月に、生産を開始し、LNG を輸出している。コーヒー豆の生産は有名で、モカコーヒーのモカとは、この国の南部にある、港湾都市ムハーに由来する。しかし、国が、砂漠地帯に位置するため農業は振るわず、 昔ながらの遊牧生活を営む者も多い。漁業も比較的盛ん。近年は石油開発で発展する隣国のサウジアラビアに出稼ぎに行く労働者も多く、その家族の多くは出稼ぎ者の送金で暮らしている。南部の都市アデンは古来、交易で賑わったが1967年に英軍が撤退してから衰退し、最近は石油基地として復活している。 内戦後にイエメンは IMF や世界銀行の支援を受け経済発展に取り組んでいる人口は1994年で1267万人アラブ人が98%でアラビア語を話すただし出生届が十分に整備されていないため外算となる現代標準アラビア語がイエメンの公用語である各地域の言語としてアラビア語の 各方言、北エメン方言、南エメン方言、ハドラマウト方言及び南アラビア諸語、マフラ語、ソコトラ語、ホビョト語、バトハリ語、ラジフ語がある。国民ほぼすべてが、イスラム教信者で、スンナ派が5割強、シーア派が4割弱である。シーア派の大半はスンナ派とほぼ同じ協議を持つ、ザイド派であるが、十二イマーム派も少数派ながら一定の勢力を打つ。 国民のほとんどがイスラム教徒であるため、生活様式にもイスラムの影響が強い。ただし、イスラムの教えよりも部族内のルールを優先することがある。一般的な成人男性は腰帯にジャンビーヤと呼ばれる半月型をした探検を指している。この体験は、所有者の家柄や部族、貧富といった属性を表している。実用面よりもシンボルとしての性格が強いため、 歯が尖れていないことも多く、日常的に使用することはない。都市部ではスラックスにワイシャツ姿の男性も多く見かけるが、その場合でも多くの男性は自宅に自分のジャンビアを持っている。女性は宗教的な慣習から髪や顔を隠すためのスカーフや体を覆う布を着用しているが、サウジアラビアのように全体を隠すことが義務付けられているわけではない。また、スカーフの色も、 比較的自由である。これは、個人やその家族の信仰の深さによって判断される。ためで、信仰が深くなればそれだけ肌を隠す面積も多くなる。女性のイスラム服の着用の程度は、イスラム復興等の社会傾向の影響も受けるが、一般的に、イエメンの女性は対イスラム国と比較した場合、着用率が非常に高い。女性の社会進出は、 主に都市部で少しずつ進みつつある。イスラム教で禁じられている酒の代わりに、カートと呼ばれる葉を噛む習慣が広く行われている。カートは、イエメン人の社交になくてはならないものであり、街中や個人宅で何人かでより集まり、カートを噛みながら、断章に吹ける姿がよく見られる。児童の就学率は、約50%程度であり、学校に行けない子供のために、テレビ、 衛星放送による教育も試みられている。現存する最古の都市とされるサナー旧市街は世界遺産に登録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。